それでは、最後ね、すべてのロボットを合体させたいと思います。で、これが要は、戦車の状態。そこからこう、ここ上げるだけです。合体するときは。もうあっちはもう上げちゃってるんですけどね。うん、この状態にします。で、こちらを上げて、上げたところにここがね、はまるようになります。で、頭の部分を今度は、下ろします。で、ここに、これが、ここにはまるということになります。こういうふうに、はまります。非常にかっこいいですね、やっぱね。うん、で、さっき上げたジョイントのところに、これが、これはい、はまんないか、ちょっとやばい、ちょっと釣ってなかったね、今。よいしょ、よいしょ、ここですね、ここに、はまります。これでですが、ちょっとミスったかな。そうかそうか、ミスりましたね。これよいしょ、これね、これだ、こっちにね、畳まなきゃいけなかった。うん、こっちもね、要はこれが戦車の状態で、戦車の状態からこの大砲を後ろに回して、そして上げなきゃいけなかったんだね、これ。うん、もう一回いきます。もう一回、よいしょ、こういう感じですね。よし、かっこいいね。これをもうちょっと後ろへ下げましょうか。入ってるかな、ちょっとあれした。これね、大きい、ここここがね、ここにね、穴があるんだけどね、こことここに穴があるので、これはめるということになります。で、これでね、胴体に抱えることになる、この部分なんだ。じゃあやってみましょうか。よいしょ、よいしょ、はまりました。で、抱えるようにします。見えたかな、ここで抱えてます。抱えてて、で、最後ね、完成です。まあかっこいいっすね。ちょっとあれしましょうか。めっちゃかっこいい2枚目だな、寄りすぎてボケたか。ちょっとこんな感じですね。ちょっとね、やっぱ複雑だね。やっぱね、ちょっとスキルがないからね。意外に大きいんですよ、これも。今回ちょっとね、疲れました。
もっとね、難しい円形のね、見せたいのでね、ちょっともっと、自分のね、スキルを上げなきゃいけないなと思いました。それではまた。